再三の上洛命令を黙殺し、反抗的な態度を示す朝倉家を討伐するため、信長は自ら軍を率いて越前に侵攻した。順調に攻め進む織田勢は越前の金ヶ崎城を攻略。さらに進もうとした矢先、盟友浅井長政が離反する。優勢だった戦況が一転、浅井朝倉勢に攻撃される形となった信長は全軍撤退の決断を余儀なくされていた。金ヶ崎決戦。よもや長政が裏切ろうとは、この窮状はさすがに覆せぬか。全軍撤退を。待って、機長。なぜ止める。今引けば敵に隙を見せるだけ。なら桶狭間の時のようにまた定めに抗ってみせて。ほう、お前がそのようなことを言うとはな。抗い抜くあなたの背中をずっと見ていたからかしら。すっかり当てられてしまったようね。そうか、ならば共に定めに抗ってみるか。撤退はやめだ。浅井朝倉を迎え撃つぞ。役目を果たすわ。見届けよ、機長。みんな立ち向かいましょう。別動隊にて浅井を吸収なさい。姫様、ではその2、俺にお任せください。敵の方位を崩し、吉影の目を引きつけよ。金ヶ崎城の守りはこの秀吉にお任せを。捕らえた将が逃げねえよう見張っときます。この窮地、兵が減れば総崩れになりかねん。味方が敗走せぬよう気を配っておけ。運命は覆せるとあなたが教えてくれた。だから今回だってきっと。浅井と朝倉の連携を断つには、うん、やっぱり巨峰のルフかな。みんなお願い。何やら怪しい動きを。俺をうつけと侮ったか。力及ばずか。モノノフはすべからく核あるべし。足構えらん。織田はあくまで我らを攻め立てんと。やはり戦意は失っていないようですね。陽動はなったか。引き続き朝倉を攻めるぞ。止まれ。ここを通りたくば鬼柴田を倒していくことだ。長政様のために倒すわけにはいかないの。勝家と大市と、すまない、先へ進ませてもらうぞ。この劣勢も我らならば覆せよう。みんなこの信長の分を信じよう。私もあの人のために何かしないと。連盟のみんなが倒されないよう守ってあげないと。である。蝶の一年侮らない。
蝶の一年侮らない。侮らない。進軍いたす。この俺を止めようとて無駄よ。楽になりなさい。聞かせていただこう。その技俺にも教えてくれよ。俺がやる。蝶の一味あなたどらない。行くぜ。それまで行くぜ。先例、浅井は織田の説得に応じ朝倉を攻めんとしている模様。何？浅井がそのつもりならば我らも織田に尽くしかあるまい。案の定朝倉は動揺しているようだな。くそ、ここは引くしかねえか。朝倉に光秀の動きを気取られてしまいそう。私が敵の目を引きつけておくしかないわね。開門。あの機長が自ら戦況を変えんと動くか。俺もでも機長に習わねばな。ジルガマサ様、ごめんなさい。頃合いか。別動隊の準備を整えておかねばな。いざ参ろうぞ。言ったか。光秀が戻るまで耐え抜いてみせよう。我ら織田に一矢報いん。捕らえてた将が暴れ出したか。くそ、逃げられたら面倒なことになるぞ。秀吉が手こずっているみたい。助けてあげた方がいいかしら。敵将舞い落ちた。耐えきれん。引かせてもらう。吉影様に加勢するぞ。信長を狙え。分かった。はい、行くぜ。光秀はもう少しで来るはずよ。みんなもそれまで希望を捨てないで。敵将撃ち取ったぞ。ここは引こうかあるまい。信長様の前に敵はいねえな。私もたどり着いた。うまくいったようね。織田はなお抗いますか。このままでは。俺がやる。お前だ。おとなしくお縄につけってんだ。仕留めを果たす。なんとかなったか。そんじゃこっから名誉挽回しねえとな。お待たせしました。これより我ら別動隊は後輩より浅井を攻め立てます。光
光秀、なんでお前がそこに。くそ、奴らの策にまんまとはめられたか。光秀、これで強撃がなる。間違いなく戦況が変わるわ。稲政殿をお救いせねば。出ます、門を開けてください。開門。ついに姿を見せたのは吉影。この金ヶ崎で討ち取ってくれるわ。これも安寧のため、お覚悟。さあ行って楽になりなさい。耐えきれ、引かせてもらう。その技俺にも教えてくれよ。ここまでですね。長政殿、力になれず申し訳ありません。朝倉義景は引いたぞ。残る浅井を撃て。開門。朝倉は撤退したのか。ならもう一度俺たちが出るんだ。俺がやる。分かったわ。浅井の将を打ち倒し、敵本陣へ攻め入るぞ。阻む者に容赦はいらぬ。打ち倒せ。開門。勝利のため、希望を守るため、私は私にできることをするわ。敵将、舞い落ちた。悔しいが、ここまでか。姫様、なんと頼もしきご活躍。さあ行って、定めだからと。もう目は伏せない。分かった。未来、この手で掴んでみせる。貴重、もう昔のお前ではないのだな。長政様は必ずやお守りいたす。開門。俺がやる。行けず。おい、分かったわ。お家さんに敵が向かってくぞ。助けねえとまずいかもな。その技俺にも教えてくれよ。とて無駄よ。長政様は私が助けてみせる。開門。いいぜ、来いよ信長。俺があんたを絶対に討ち取ってやる。開門。であるか。さあ行って、蝶の一面侮らない。よし。
一つ決まるか。残念だったな。これ式の腕じゃ槍の股座はやれねえぜ。敵将舞い落ちたわ。ここは引こうかアルマイ。いつも選ぶってるだけよ。分かったじゃねえか。入った。引けず、姉様、やっぱり私じゃかなわないのかな。一、ごめんなさいね。敵将討ち取ったぞ。かなう相手ではなかったか。耐えきれん。聞かせてもらう。敵将舞い落ちた。聞かせていただこう。いやはや、さすがでございますな。お前の心意気見せてみろ。わかった。とて無駄よ。俺をうつけと侮ったか。悔しいが、ここまでか。信長殿の勇姿が俺を強くする。耐えきれん。聞かせてもらう。侮らない力を見せてみなさい。これで終わり。くそ、全軍撤退だ。この球場よもや覆せようとはな。どういうことだ。撤退する信長を討つはずが、下がってるのは浅井じゃねえか。であるか。開門。最下手、なぜ彼らがこの地に。嫌な胸騒ぎがする。こりゃこの地にとどまっても意味ねえな。信長は次の機会にかけるとするか。彼らを逃がせばいつ何をされるかわからない。待ちなさい。勝利条件変更。敗北条件変更。俺、あなたの力、私に貸してちょうだい。共に孫一を倒しましょう。あんた、なんでわざわざ俺を置いてきた。放っておけばここで死なずに済んだの。あなた、俺がやる。遠からず私から希望を奪う。そんな胸騒ぎがしたの。わざわざ追ってくるとはな。ちょうどなら今ここで信長を討ち取ってやるよ。この俺を止めようとて無駄よ。
であるか、であるか。やられてたまるか。急げ。であるか。さあ行って受けてみなさい。俺がやる。仕留めを果たす。俺がやる。仕留めを果たすわ。期待してるわ。であるか。これで終わり。わかった。これでコウコの憂いは減ったわね。まさか返り討ちに遭うとはな。織田の力を少し舐めていたようだ。どんな定めも抗えるものなので、教えてくれてありがとう。いや、礼を言うのは俺の方だ。助けられたな、機長。礼を言う、機長。お前の進言で織田はまた一歩先へ進めた。礼だなんて。私はあなたの真似をしたに過ぎないわ。つくづく変わったな、機長。織田に来た時から随分。これもあなたが私に道を示してくれたからよ。ありがとう。でも、もう背中を追うのはやめにするわ。これからは後ろじゃなくてあなたの隣を歩ませてほしいの。良い心がけだ。未来の天下人の妻たるもの、その気概がなくてはな。俺は天下一新を必ず成し遂げる。約束しろ、機長。新たな天下を俺の隣で見届けると。ええ、もちろんよ。どんな定めも私たちなら必ず。